の順でございます。お久しぶりになりますが、6月22日ですかね、水曜日にアップデートが行われましたので、そちらの方見ていこうかと思います。まず一人注目はカルマということになっております。では参りましょう、スタート。ほいということで、本日ですが、まぁ、ちょっと遅れましたかね、新規キャラアップデート、伝説プラス級のカルマの方、今回見ていこうかと思います。まぁ、ここにザクッと書いてありますが、味方にはポジティブバフ、敵には上代上、万能キャラ、新眼の新鮮カルマでございます。今回は図鑑の方から見させていただきます。旧思考という枠におりますね。ゆきちゃんの隣にいますと。かつて思考と呼ばれ、愛され統一に大きく貢献したと。戦争の最中だったとはいえ、あまりにも多くの虐殺を行った自身を許すことができず苦しんでいたが、リンに救われてからは彼女を愛するようになったということで、前作セブンナイツ1の方から言いますと、リンのほとんどボディーガードのような感じになっていた感じですよね。で、今回このカルマといえば石化、新しいギミックというか状態上で石化とか追加されるのかなと思ったら、それはなんかなさそうですね。はい、ということでちょっと見ていきましょうか。登場演出見させていただきます。自分自身の愚かさを思い知るがいい。ちょっとだけ言わせていただきますと、やや細身だよね。なんかもうちょっとマッチョ系のイメージがカルマありましたけど、このカルマを見る限り、前のこのギラハン系の体格のようなイメージがあったんですが、割とこう見るとスリムな感じのカルマになってますね。はあ、ちょっと冒頭いきなりここのおでこから来るのはちょっと怖いですけどね。はい、ということで、才能じゃない、性能見ていきましょう。バシブいきます、ポチッとな。進化、味方全員に栗ダメ免疫。おお、ほうほうほう。自分に確定ガード効果を与えますと。栗ダメ免疫か。しかも味方全員。ただでさえ、アリーナとかは栗ダメプラスにさせて、ダメージ与えてくる人たちが多いので、これは結構驚異的に使えそうなキャラクターですね。一人入れていたらなかなか耐久力が上がるような感じになりますね。で、さらに自分には確定ガードと効果を入るということですね。もうガード率 100% ということでしょうか。アクティブ、対象に向かって瞬間移動し、対象を中心に影響範囲6メートル以内に全ての敵に攻撃力の、攻撃力 150% のダメージを与えつつ、点灯効果 60% で追加で 100% の確率でクールタイム上昇効果を与えると。クールタイム上昇、これは本人だけかね、きっとね。本人だけがクールタイムが10秒上昇すると。つまりこれ1回使うことによって、しょっぱな使うのはもったいないスキルだ、スキルなんだね。あの、他のアクティブ使いで、これ3番目に来てくると嬉しいっていう感じですね。まあ、どうアリーナだと動くか分かりませんから、それがね、分からないって言ったらね、ところなんですけどね。で、2つ目、対象を中心に、円形範囲にいる全ての敵に、阻止負荷状態で攻撃力の 150% のダメージを与えつつ、ポジバフ解除が 100% で、与えると。そしてこの攻撃は必ず命中しますという確定命中。こんなのもついてるんですな。はぁ。つまり、ポジバフ解除を避けられないようにしているという感じでしょうか。いや、なんか、あれだね。パッシブといい、この確定っていう言葉が今後、いろんなキャラに入ってきそうな気がしますね。はい。で、3つ目、味方全員に引き寄せ免疫上昇の効果、自分の防御力の 496% のシールド効果を与えると。あー、はは、引き寄せができなくなりますせという免疫効果と。はーん。で、さらに自分へはシールド、これなんかははっきり言ってスキル的に2つに分けてもいいような感じだけど、強引にしてるよね。これはすごいな。ただまあちょっと、火力とかダメージを与えるスキル内容は一切ないんで、もうこの3つを見る限り、ほんと補佐役のキャラクターになってるような
イメージがありますよね。じゃあ究極見ていきましょう。自分にネガティブバフ解除効果を与えつつ、対象を中心に、円形範囲にいるすべての敵に、まあ、375% ダメージと追加で、100% カウリス、クールタイム上昇効果を伝えますと。伝えますか、与えますと。あー、こっちにもクールタイム上昇なんだね。15。結構回転率良さそうなキャラクターなんですね。ネガティブバフ解除か。これは全員自分にか。自分系で41秒の33秒、46秒か。回転率アップで自分補佐系しつつ、味方全員には引き寄せの、クリダメ免疫か。あー、ほんとこれ耐久キャラクター欲しい方にはベストなキャラだね。どっちかって言ったら今アリーナどっちかって言ったらやっぱり火力火力で押してっちゃった方がすごいいい感じはするんですが、ここに来てついに出てきましたね。ルディとの相性も良さそうな気がいたしますが、カルマか。これまあイメージ的に言ったらカルマとユキちゃんセットモンで使えたらすごい嬉しいんですが、まあこっちだとこれもこれで難しいところだな。こっちは全ての攻撃でクリティカルが発動したしますということになってるでしょ。ってことはリンに対してこれもうストップザリンキャラってこと。これきついよね。クリダメ免疫持ってんのにちょっとリンっていうのはね。逆に言ったらカルマリン、まあありはありだよね。カルマリンは相手のリンに対して結構使える気がするね。カルマに関してはこれも全て系だもんね。で引き寄せもついてたかな、こっち一つ目のスキル。これは引き寄せついてないか。そっかそっかそっか。あールリさんごめんね、ちょっとね動画撮ってるサイトだからね、いけなくて。あとはこっちもポジバフ系か。で引き寄せがないんだね。リンを見ていきますとポジバフ解除攻撃量上昇。あーまあそっか。これまあユキちゃんに関してたらこのスキルクールタイムリセット、完全にズドンでいけるっていうのはでかいね。だからちょっとカルマにも似てる部分はあるけど、ほんとこのリンパッシブ封じはずるいな。カルマ見ていくとやっぱこれはきついわ。だからもうリンを使ってギルド戦とかもうカルマを備えている相手には絶対いっちゃいかん。でももう勝ち目がねえと。でもしカルマに行くんだったらクリダメ上げるよりかは別の火力上げるか、さらに状態異常が入りやすいような形で戦っていくしかないのかな。これはちょっと今現状のキャラクターの中でも珍しいラインナップのスキル持っているんで結構強い方だと思います。一人入れてるだけでも。はい、ということで、トパガチャ、トパガチャでちょっと行ってみますか。カルマ、確率アップ選択権キャラ10回引けるやつが一発あるんでこれを手に入れて一発今日行ってみましょう。まあ演出で切ったら確定だけどね、出なかったらもう完全アウトということになっております。心眼の新鮮カルマ、確率アップ、本当はどっちがいいかなっていうのもあんだけどね。まあリンちゃんも持ってないけどカルマか。万能が結構揃ってるからな。本当はシャシューの方が欲しいけど、まあ一発じゃ出ねえって本当奇跡がない限り出ないと思いますけど、まあせっかく動画撮ってね全くガチャ回さないわけにも私も行きませんので引いてみようかなと思います。行きましょうか。キャラ10回、ポストなと、よいしょ。さあ赤いの来たら勝利です。さあ何色来るかな。あ、オーケーでも、スコットが出る確率はないかな。あ、ねえな。滑ったわ。ポン。
はい、ということで、すべて外れでございます。40、あと100回か、あと10回か、あと10回回せたら確定ということで、まあ先は長いね。カルマ以外のところで何か引いて出せれたな、出せれたらいいかな、なんて思います。ということで、まあもう一人のキャラクター、エスパーダですね。こちら、エスパーダとカルマ、両方アリーナ向けタイプでなっております。ルビーを貯めるか、一発引いてみるか、どうしようかなって今回は迷うところですよね。でもう一人ね、自分全くもって気づいてなかったキャラクターが先ほど言ったスコット、希少スコットが出てきているようなので、彼を狙うために引いてみたいなーなんて思うんですよ。希少スコットどこにいんだ。あ、これか。僕まだこのスコットに関してはスキル情報一切ノータッチです。一切のお立ち。ちょっと楽しみなんで、また後日動画に上げたいと思いますんで、よろしくお願いします。ちょっと、鎧がルディっぽくて、バルデルか?ルディっぽいか?なんか、そんな感じしますよね。ただ、頭には帽子とか全くないんで、このちょっと怖い顔の。怖いな、これ。ちょっと白目向いてるっぽくな。なんか、面白いキャラクターのスコットだったけど、実際どうなっちゃってるのかな、と思います。はい、ということで本日はこれにしたいと思います。もしよかったら、グッチョブチャンネル登録していってください。ではみなさん、バイバイ。ありがとうございました。